永続データ構造は変更される際に変更前のバージョンを常に保持するデータ構造である。このようなデータ構造は更新の際に元のデータ構造を書き換えるのではなく新たなデータ構造を生成すると考えられイミュータブルなデータ構造の構築に利用可能である。全バージョンにアクセス可能で最新版だけを変更可能なデータ構造を反映属的という 全バージョンにアクセスも更新も可能なデータ構造を全永続的という。最新版以外の2つのバージョンから新たなバージョンを作成、マージする操作があるなら、そのデータ構造を融合永続的という。永続的でないデータ構造は短命であるという。このようなデータ構造の分類は、特に論理プログラミングや関数型プログラミングで典型的である。 純粋関数プログラムでは全てのデータがイミュータブルであり、全てのデータ構造が自動的に全員永続的である。永続データ構造はデータをその場で更新する方法でも構築可能であり、一般に純粋関数での実装よりも記憶領域や時間を必要としない。永続性は単に変更のたびにデータ全体をコピーすることでも達成できるが、多くの操作は データ構造のほんの一部しか変更しないので、時間と領域の効率が悪い。より良い手法は、気構造を使って、バージョン間の類似性を表す方法である。しかし、バージョンが増えるにつれて、バージョン間でどの部分が共通なのかを判断することが難しくなり、古いバージョンを捨てられるのが望ましい場合も多いため、ガベージコレクションが可能な環境が必要となる。 最も単純な永続データ構造は、片方向き連結リストやコンズベースのリストである。このようなリストのビブを共有し、変更部分だけを、先頭のノードとして新たに追加することで永続性を実現できる。ビブがコピーされることはなく、新しいリストと古いリストで共有される。ビブの内容がイミュータブルであれば、この共有は、振る舞いとして現れない。 節穀目や球のような多くの参照ベースのデータ構造は容易に永続版にすることができる。配列の永続版としてフィルバグウェルが2002年に示したブリストというデータ構造がある。ありがとうございます。